ミオさん、神奈川出身 BL 好き問題、うん、私は BL 本が大好きなんですが、彼女がそういう趣味を持っていたら男の人はどう思うんでしょうか。付き合う時に打ち明けておいた方がいいんでしょうか。それともバレなければ極力自分からは話さない方がいいんでしょうか、うん、ちなみに私は彼氏がいたことはないです。基本商業誌を読んでいて何もかも BL に当てはめるわけではないです。以上。 BL 好きじゃダメかって、 BL 好きで全然いいんじゃないの。なんで BL 好きじゃダメなんだこれ。あ、 BL が好きなんだけど彼女がそういう趣味を持っていたら男の人はどう思うのでしょうかってことか。あ、じゃあ彼女がBL の同人誌がガーって部屋にあったら、おっくんどう思うって話だよな。ゾワってします。ゾワってなんだよ。ゾワってするよね。別にドン引きですって人もいるね。でも問題ないって人もいるよ。逆に興奮するって人もいるね。どうでもそうだね。もう別にいいんじゃんっていうことばっかりだよ、うん、新しい世界が引く。でもどうなん、え、引く派なの、おっくん。引くっていうか、うん、そうなんだみたいな。うん多分この問題はさ、でもさ、対照的に考えるとあれじゃない、ユリ好きが彼女にバレたらどうかって話でしょ。だからレズモノの漫画が部屋にいっぱいあって、それを彼女が見ちゃった時にどう思うかっていうのと同じことだよね。だから別に平気な人もいればキモいっていう人もいるだろうなっていう話だよねこれ。ああ、そうそうそう、だ、女のエロ本だからなって。でも女のエロ本ってなんでダメなのって話もあるしね。それはいいんだけど、全然いいんじゃない、うん、いやだから女がエロ本を持ってるのはいいんだけど、うん、女が BL のエロ本を持ってるのと、うん、普通のエロ本を持ってるのと違うじゃないですか。そうか。例えば、うん、ね、女の子がレイさんの家に行ったとするじゃないですか、うん、そしたらレズモノばっかの AV とあれがあったら、うん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 、やっぱ普通の AV だったらまだね、うん、エロ本とかだったら、うん、でもちょっと男の子なんだからみたいな感じになるけど、うん、レズモノばっかりブワーって並んだらゾワってするでしょ、うん、ちょっと待って、でもさ弁護人何ちょっと有利弁護人いいですか、はい、いやだからよく言うのが、はい、男の裸は見たくねえんだ問題ってあるじゃん。だから女と女が絡んでんのが好きなんだよね、両方綺麗じゃんっていう人たちがユリ好きに多いんじゃないの。だから だから画面に男の裸とかケツとか出てくるのが嫌なんだよっていう人が、それないで絡みがあるっていうと女と女になっちゃうじゃんっていう思考性ってあるんじゃないの。まあ、うん、でしょ。だからそれと同じで男と男がいいのよっていう人とか女の人言ったっておかしくないと思わない。違わない。ちょっとアンケート取りましょうこれ。なんでなんでなんでそうなの。え、これあの彼女のうちに BL の本とかがいっぱいあったら引くか引かないかで、うん、彼女のうちに BL のそういうのがいっぱいあるのはありかなしか、うん、ありは1、はい、なしは2、はいはい、これいいね。ゾワってする方なしね。ゾワってしたらなしね、うん、あ、そう、ありって人多いじゃんね。そんなにいいんじゃん別に。めっちゃマイノリティやん俺。そうだよ、ここ日本だからね。じゃあクールジャパンだからね。つうかもう BL でそのなんだこうだって言ってる男がもう古いんじゃない。消します。ありがとうね、ありがとうね。失礼しました、はい、謝罪会見。そうですよ、別にそれはそうだと思うよ。あ、うん、俺古いのか。うんうんうん、俺の友達であの BL 漫画家いるよ、といえば女の子で、うん、で普通に恋愛してるよ、ちゃんと。なんちゃんとって言えんだけど、どういう恋愛したって別に構わないんだけど、うん、彼氏ちゃんといるし、だけど BL 漫画描いてて、で BL が好きなんですっつってて、別にそれもいいんじゃねえのっていうか、まあ一つの文化なんじゃないかな BL っていうのもね。何しろ俺アガペイズっていう BL 漫画描いてたからね。あ、俺 BL 漫画家じゃん。 あれアガペイズってユリも出てくんだよね。うんうん、だからまあ俺はそのあんまりどっちもいいんじゃんみたいなって思ってる。あとゲイピープルって魅力的じゃんっていうのもあるな。彼らの持ってるものってやっぱいいよなっていうのもあるな。だからそっちの延長上にすごくっていう、俺たちの付き合ってるみたいになっちゃってるんです。いやいやいや、ハゲ問題。ハゲ問題。44歳の方からです。はいはいはい、はい、くだらない、多分他の女子の参考になる話ではないと思いますが、ぜひ教えてほしいことがあります、うん、20年前のセフレと最近メール連絡を取る機会がありまして、私が悪いんですがハゲてないよねって軽く質問したんですが、その時はハゲてないよって返信が来たんで調子に乗ってハゲ拒絶論を唱えてしまったんですが、その彼が泊まりに来たんですが、そのニット帽を脱ごうとしないんですと。彼は俗に言うイケメン、40後半なので元イケメンでしょうか。ただ私としてはもうハゲだろうが何だろうがもう彼に再びハマってしまったのでもうどうでもいいんです、はいはい、がどうやったら脱がすことができますか。いい話、うん、やっぱお風呂にでも入って行ってもらいたいし。はいはい、お風呂入ってもらいたい、はいはい、うん、傷つけずに、はいはい、え、風呂入んないんだな、ニット帽脱げないから。帰るんだね、はいはい、ニット帽じゃずっと部屋で被ってんのか。多分そう。傷つけずにいいセリフまたは行動がありますでしょうか。うん、お互いバツイチ同士の独身です、はいはい、彼はもういい、ね、女はいらないと言っていますが、うん、って言ってんの。以上、うんうんうん、これはいい話じゃん。
うん、だからそうですね、うん、LINE してて相手を知らなくて、うん、でハゲてるって聞いて、うん、いやハゲてないよって、うん、私ハゲ大嫌いなんだよねみたいな、うん、ハゲクソだみたいな言っちゃったのね、言っちゃっていざ来てみたらニット帽全然脱がないっていうハゲ嫌いって私言っちゃったってで、あんたハゲだったんだっていう話ね、どうしよう、ハグしてあげたらいいんじゃないですかね大丈夫よ、そっからじゃないの、うん、多分相当言っちゃったんでしょうね、うん、だからまあこれ何何しみちゃん、しみちゃんその帽子もしかしてってあれあれこの人この人、いやつうかさあれだよね、あれ俺思うんだけど、女の人ってその何建前上なんつうのかな、こうじゃなきゃやだよね、ああじゃなきゃやだよねとか言ってるけど、結局好きになったら何でも OK っていう素晴らしい回路をお持ちだよね、男もそうじゃねえかな、いや男もそうですよね、うん、だからそれを彼に言えば、だからそのハゲ、いや私やだって言ってたけど会ってみると全然変わっちゃった、ははでいいんじゃないかな、っていう感じがしますけどね。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録もいただけると嬉しいです。